頑張ってね。期待してるぞ、アンチ君。必ず倒す。ああ、サボりて。誰も覚えていないけど、この街は二度壊されて、二度元通りになった。それから一週間が経った。俺の記憶は戻る気配がなく、ここでは自分だけが浮いているような違和感が。ユータ、ちょっと。あれ、うわ、キャリバーさん、なんでついてきちゃったの。完全に不審者じゃんな。通報されんぞ。いや、多分大丈夫。前と同じだ。誰もキャリバーさんに興味を持たない。本当だね。あれ、リッカは？そういえば来てないな。そんなに心配ならかけろよ。あ、ちょっと。出ない。ちょっとさ、気づいたんだけど。ん？俺、この前の戦いでキャリバーさんが巨大な剣になるのを見たんだ。だとすると、今まで現れた怪獣もさ、人間が変身してた可能性があるんじゃないかって。え、もしそうだったら、俺人？俺たちが戦っていたのは人間だったのか。のやつ。何それ。いや、笑えないわ。はーい、これ、ね、先生、リカ来てない。連絡ねえし。学校にも連絡来てないよ。傘、いります？これ、食べます。この人は、青年期のことを境界人、別の言葉でマージナルマンって言うんですけど。携帯持ってたんだ。もしもし、ハンチ君。いいよ、暴れちゃって。わかった。うわっ。え、ちょ、
怪獣。時間がない。お前も来い。え？うわ！やっぱ生で見ると迫力が違うな。早く来ないかな、グリッドマン。ユータ、また怪獣が現れた。急ごう。まあ、アクセスクラッシュ。頼んだぞユータ。帰ってきてからでいいか。負けた。いや、死んだね。
スジハルは…うぅ、びっくりした。え、何ずっとここにいたの？うん、ちゃんと部屋で寝てよ。今日お店休みだからいいけどさ。朝ごはんできてるよ。うん、学校、うん、行く。というわけで、頑張ったアンチ君にご褒美だよ。昨日内海っていうクラスの男子がさ、怪獣の正体は人間じゃないかって言ってたんだけどさ、ほんと的外れもいいとこでさ、怪獣に正体なんてあるわけないのにね。怪獣は怪獣なんだし。俺も怪獣なのか？うん、怪獣。一緒に朝ごはんを食べてくれる怪獣。やっぱさ、ああ、ちょっと確かめてくる。え、ね、ちょっと。ゆうたんち、ここ。うん、押すよ。待って、やっぱり帰ろう。は、何しに来たんだよ。確かめに来たんでしょ。確かめて、もし響くんがずっと前に死んだことになってたら、トンカワやトイコみたいに。だから誰にも聞けなかった。みんなが響くんのこと忘れてたらって。怖いから、私は無理。あー、グリッドマン倒せてほんとすっきりした。のおかげだよ。いやいやいや、アカネくんが優秀なオートインテリジェンス怪獣を作ってくれたからこそ勝てたんだよ。なんでジャンクつかないの？俺に聞かれてもわかんねえよ。パソコン詳しくねえし。キャリバーさんがいれば直してくれるのに。ひねえんだからしょうがないだろ。言ってみただけじゃん。しょうがないとか言わないでよ。何突っかかってきてんの？昨日グリッドマンが負けそうになった時、なんかごまかしたでしょ。私に説明して。何もごまかしてねえし、説明したとこでわかんねえだろよ。やっぱりバカにしてるんだ、私のこと。なんでそんな話なんだよ。あー、もうめんどくせえ。わかりました。グリッドマン同盟は解散だよ。違うじゃん、解散は違うじゃん。だってそしたら響くんが帰ってくる場所なくなっちゃうじゃん。普通に戻ってくると思ってたから。戻ってきたら電話出なかったこと謝ろうと思ってたのに。ああ、はいはいはい、いかにもって感じの店だな。うっそ、奥が喫茶店になってる。今日お店休みなんですけど。それは困るな。ここが閉まっていたら我々がグリッドマンを支援できない。え、グリッドマン、何にしようかな。あ、でも苦そうなのばっかだな。私はラテをもらおう。すいません、ラテ2つで。ああ、俺も同じやつ。あ、じゃあラテ3つで。ああ、1つトーストセットにできます？セットあんの？じゃあセット2つで。あ、でもこれ2時からって書いてあるぜ。うっそ。てかキャリバーはここで待ち合わせでしょ？あの人なら多分グリッドマンと一緒に死んだ。おい、ガキ、何勝手に入ってきてんだよ。キャリバーは死んでいない。当然グリッドマンも。え、じゃあ響くんも生きてるんですか？誰だよそれ、知らねえよ。俺の友達です。友達なら本人に聞いたらいいんじゃない？聞くったってどうやって。
君は友人のことを初対面の他人に尋ねるのか。連絡手段ならいくらでもあるんじゃないのか。連絡手段って。あった、電話してみる。いやいやいや、そういうことじゃないでしょう。もしもし、つながった。マジか。誰？リカ？うん、響くん、今どこなの？どこ？どこだろう、ここ。ユータ、無事なのか？うつみ？そう、俺だよ。よかった、つながった。人貸して。やばいっす。キャリバーいるんだろ、おい。ボラーか。いたいた、早く帰ってこいよ。いや、まだだ。なんで？グリッドマンは復旧して待機状態だ。あの怪獣がまた現れたら奇襲攻撃で倒す。だがいくら待っても出てこない。なんだそりゃ。まあいいや、一旦戻ってこいよ。キャリバーさん。グリッドマン、我々は集まった。もう一度戦えるな。もちろんだ。ユータ！アカネ君、残念なお知らせだ。あのお客様が生きていた。嘘！グリッドマンが？だが、また楽しめばいいじゃないか。そのための怪獣だろ。そうだね。アンチ！わかった。グリッドマン、お前は目障りだ。消えてもらうぞ！死ね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 ！やっぱりあいつ早い。私が行こう。アクセスコード、バトルトラクトマックス。タンカーキャノン。合体するぞ、グリッドマン。了解した。マックスグリッドマン。何あれ、意味わかんないんだけど。何のつもりだ。お前は人間なのか。人間、ふざけるな。俺は怪獣だ。ならばもう迷いはない。私がお前を倒す。これで終わりだ。アクセグリッドビーム。アンチと同じ攻撃は。連絡しなよ。
いや、電話通じるなんて思う。私、響くんの電話出なかった。ごめん。めんどくさそうな女だな。うん。電話は命とつながっている。っていうか、なんか人多くない？彼らは新世紀中学生。私と君たちの味方だ。味方？学生？響き優太。これからも共に戦おう。はい。うわ。何？人を新しいお客様？景色、空の青さも全部